皆さんこんにちは。こんにちは。今日も簡単に SCP 紹介をしていきます。間違いもあるかもですが生温かい目で見てください。そんな目で見られたくない気もするが、要するに優しくだな。まあそんな感じです。では今日は、SCP-999、くすぐりお化け。なんか怖そうだな。いやいやこのスクープは癒しだよ。オブジェクトクラスはセーフ。見た目はピーナッツバターに近しい粘土の、大きく、まとまりがない、ゲル状で半透明、スライムみたいな感じかな。基本施設内は自由に動けるみたいです。おい、大丈夫かよ。そんなに焦らなくても大丈夫だよ。この子の性格は犬のような感じで甘えたがり。とても可愛いんだよ。SCP-999 の表面にただ単純に触れることで、急激な多幸感が発生します。また離れてもそれが継続するんだよ。マジかよ。得意技は相手がやめてというまで離さないくすぐりレスニングだ。うつ病の患者と触れ合った時はその患者を回復、前向きにしたんだよ。一家に一匹、欲しいな、ふふ。そんな癒しの存在に我々がなればいいんだよ。いいこと言うじゃん。今日はこんな感じです。ご視聴ありがとうございました。